個性がなくてもヒーローはできますか？世界総人口の約8割が特異体質、個性を持って生まれる超人社会。これは個性がなかった僕が最高のヒーローになるまでの物語だ。1万人以上の科学者たちが住むアイアイランド。なんでてめえがここにいるんだ。他の女子もこの島には来てるよ。紹介しよう、私の親友デビッド・シールド。君のコスチュームを開発したあの日が懐かしいよ。私無個性だし。僕と同じだ。ヒーローを助ける存在。そう、それが私の目指すヒーローのなり方。人質はこの島にいる全ての人間だ。僕にできることをやるんだ。無力なオールマイトよ、君は親友が苦しむ様をただそこで見届けることしかできない。パパ、返して。ようやく煮やけ面が取れたか。オールマイト、ここでこいつらを足止めするぞ。俺に命令すんじゃねえ。さっさと潰れちまえ。ぶっちゃまぜ。みんなを絶対に助ける。僕のヒーローアカデミア、ザ・ムービー、二人のヒーロー。